そうか、これ今自分でバリューを売りまくってるからバリューの値段下がってんねん。売りすぎて下がってんじゃん、これ。いいけど別に。あー、フォローありがとうございます。ありがとうございます。212円まで下がってきた。ちょっと、バリュー下がりすぎじゃない？誰かバリュー買いなさいよ、本当にもう。誰か買うてくれへんかな。今これで2000バリュー売りに出してみようか。あと1000バリュー売りに出してみようか。何バリューまで売り出せんの？さっきなんか、1万バリュー売りに出そうとしたら、なんか、そんなに売れませんみたいなこと言われてる。売れるなぁ。なんでやろ。全バリュー売りに出してみようか、いっぺん。どうなんねん、全部のバリュー売りに出したら。全バリューを、もう保有してるバリューを全部売りに出してみよう。どうせ誰も買えへんよ。どうせ誰も買えへんが大丈夫や。ちなみに今、何バリュー残ってんの ?49,996、49,996 で3000ってことは、4万バリューは売れるやんな、普通に考えて。でもさっき1万バリューを売ろうとしたらあかんって言われたからな。今3000バリューを売りに出してるやろ。ってことは7000バリューぐらい売ってみようか。これで、多分弾かれると思うんだよね。弾かれたな、やっぱり。上限ってなんぼやねん。7000はあかんな。2000はじゃあ。あ、2000はいけんね。2000はいけんね。わからん。とりあえず2000も売り出していこう。え？マジっすか？バリュー知らないんすか？バリューっすよ、バリュー。バリューって言ったらバリューっすよ。バリュー。バリバリバリューっすよ。僕のバリューちなみにね、今、100万、え？何倍だったっけ？1000万円分ぐらい、1000万円ぐらいの価値があるんですよ、僕バリュー。今ちなみに5000バリューだけ売りに出してみてますけど、今僕ね、1062万円です、僕のバリューね。5000バリュー、あと3000バリュー、1000バリューいってみようか。1000バリュー。あ、もうあかんわ。ってことは、5000バリューがマックスなんかな？あ、5000バリューがマックスなんやわ。マジか。たった5000バリューしか売れないの？マジで？ないわ。ないわ。ないわ。たった5000バリューだ。うわ、もう1059万まで下がってきた。もう見やんとこ。主と逆を買えばいい。あー、どうでしょう。ちょっと一回じゃあ、これプラスなので決済しておきましょうか。今ちなみに僕ポジてんのはiForex っていう海外口座でね、原油をロングしてますけどね。原油をね、57.375 でドルでロングしてて、ずーっとマイナスです。一瞬さっきプラテンしたんですけど、ずーっとマイナスです。なんかもう全然助かる気もないような。全然助かる気もないようなマイナスです。どうしたらいいのって感じ。ああ、もう。パチンコでも行こうかな。
とりあえず11時から学会の、放映だけ見に行こうかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまナイス理学やったな。意味が全くわからない、とにかく赤字になるってことかい。大体ね、僕の負け率が 100% なので、まあ簡単に言うとね、僕の逆をポジれば 100% 勝てるってことですよ。単純明快でしょ。でも 100% 負けるんですよ、僕。じゃあ僕と逆をポジるだけでみんな儲けるわけです。どういうこと？あれ？もう一回同じこと言う？とにかく僕はもういつ見ても明るい。あ、これはロングで入るべきだろ、ここは。ここはロングだろ。ここはロングだろ。ここはロングだろ。ドーンってこうやって入ると、だいたいね、マイナスになるんですよ。ああ、やべえ、みたいな。あ、でももう1ピップス取った。はいはいはい、理学。はい、2ピップス取った。ありがとうございます。あーざまーす、ちょー。ね。ありがとうございます。いうことですよ。こうやってコツコツドカンを繰り返すんです。痛い。もう寝ていいっすか。寝てないのに寝ていいっすか。ロングしてる 112.72。マジっすか？おめでとうございます。うわ、80乗りましたよ。おめでとうございます。やるなぁ。ちなみに原因は全然動いてないですけどね。あかん、もう眠たい。もうダメだ。お昼寝に入ります。このままお昼寝にしてしまって、多分これまた今日も学会行けないんだよ。やばいな、これ昼から行こうかな。昼の1時からのに行こうかな。朝11時からのに行っときたかったんだけど、ちょっととりあえず30分だけ寝かしてもらっていいですか。もう眠たいです。あかん、限界。ダメだ、休みなさい。Hello.